アベンジャーズアセンブル。ということで本日もご視聴ありがとうございます。おじちゃんです。よろしければチャンネル登録、高評価、低評価、コメントお待ちしてます。ということで冒頭にも述べましたが、今日はアベンジャーズについてのお話です。アベンジャーズの映画ではなくてゲームのお話です。本日ですね、2020年6月25日日本時間の朝2時頃ですね、9月4日に発売予定のマーベルズ・アベンジャーズのゲームの情報が配信されてましたので、まあ、今までに出ている情報も含めまして、まあ、動画にさせていただきたいと思います。はい。なぜアベンジャーズのお話をするかというと、私おじちゃんはアベンジャーズが大好きなんです。エンドゲームも、まあ、映画館に見に行ったのはもちろんなんですけれども、もう感動してしまって DVD を即ポチっちゃいましたね。ボーナスコンテンツとかも見たかったですし、これはアベンジャーズの、まあ、メダルというか、アイアンマン、キャプテンアメリカ、ソー、スパイダーマンですね、まあ、これをちょっと飾っておけるものなんですけど、全く飾らずにフィルムに入ったままなんですけれども、はい、映画の話はここまでとして、今回のアベンジャーズのゲームはご存知の方も多いかもしれないんですけれども、まあ、映画のマーベルシネマティックユニバースの、まあ、キャラクターとは全く、まあ、無関係といいますか、まあ、映画で、まあ、トニー・スタークを演じたロバート・ダウニー・ジュニアだとか、まあ、キャプテン・アメリカ・ソー、キャラクターはもちろんゲームに出てくるんですけれども、まあ、あの俳優モデリングは全く違う人物となっておりまして、まあ、ストーリーも完全オリジナルストーリーになっておりますので、まあ、そこのところは注意は必要かなと思います。私も、まあ、映画、本当マーベルシネマティックユニバースの映画すべて、まあ、エンドゲームが公開されるまでに見たんですけれども、映画を見てやっぱり好きになりましたし、キャラクターのことかっこいいなとか思いながら、やっぱその演じている俳優の方のこともやっぱり興味が出てきたりとかもあって、まあ、好きっていうのもあるんですけれども、でもやっぱりゲームがね、映像すごく綺麗でとても気になるし、まあ、その各ヒーローたちを操作できるっていうのもめっちゃ楽しみだなと思ってます。そしてそのヒーローなんですけれども、今のところ判明しているヒーローが、まあ、アイアンマン、キャプテンアメリカ、ソー、ハルク、ブラックウィドウ、そして、まあ、映画では出てきてはないんですけれども、ミズ・マーベルというキャラクターですね。キャプテン・マーベルと、まあ、近しいのかなというふうに勝手に思ってるんですけども、ちょっと私アメリコミのコミックなどは全く知識がないので、このミズ・マーベルというキャラクターがどういうキャラクターなのかっていうのがまだわからないんですけれども、比較的このアメコミでも最近出てきたキャラクターみたいで、どういったキャラクターなのか楽しみだなというのがあります。そして、まあ、ヒーローと、まあ、ストーリーなどもなんですけれども、まあ、発売後も無料で追加配信が行われるみたいです。サービス精神旺盛ですね。お金かかっても絶対買っちゃうなと思ってるんですけれども、無料でアップデートされるみたいです。そしてヒーローミッションと呼ばれるシングルプレイと、ウォーゾーンと呼ばれるマルチプレイ、まあ、こちらシングルでも遊べるみたいなんですけれども、まあ、ゲームプレイとしてはシングルプレイとマルチプレイが楽しめるっていうので、いや友人とか友達とかとこのアベンジャーズのキャラクターを操作してゲームで遊べるっていうのは本当に楽しみですね。今回ですね、まあ、バトルシーンとして紹介されたのがソーのバトルシーンだったんですけれども、まあ、ムジョルニアを使ったアクション、ハンマーですね使ったアクションや、まあ、雷撃を使ったアクションだとか、いやー本当キャラクターによっていろんなアクションが多分楽しめると思うので、とても楽しみだなというふうにも思います。こちらアベンジャーズですね、まあ、敵組織の AIM って読むんですかね、があって、まあ、ジョージ・タールトンという、まあ、科学者がいて、そのキャラクターがヴィランとなってモードックというキャラクターになって、まあ戦っていくんだと思うんですけど、もう紹介されてましたね。
結構なんか顔面だけしかちょっと映らなかったんですけど、どちらかというとエンドゲームのサノス的なああいうなんか武骨な雰囲気がありましたけど、アメコミの A だけを見ると顔がとてもでかいヴィランみたいな感じで、ゲームでどう表現されてるかわからないんですけども、とても楽しみです。そしてこの表現される舞台なんですけども、いろんなロケーションがあるみたいで、まあ、砂漠だとか雪景色、宇宙、海中、森、都市、ボリューミーになりそうですよね、本当に。そして忘れちゃいけないニック・フューリーもいるみたいなんで、まあ、操作できるキャラクターではないと思うんですけれども、指令をくれるのかなというふうに映画を見てて思うんですけれども、いやこちらも楽しみですね。ということで、めっちゃ散乱した情報をバラバラに紹介してしまって、ちょっと分かりにくかったところもとても多いと思うんですけれども、ここまで聞いてくださった方本当にありがとうございます。ということで、ゲームのアベンジャーズは9月4日発売予定で、 PS4、 Xbox One、 Steam、 そして次世代機の PS5、 Xbox シリーズ X にも購入者の方には無料でアップグレードされるみたいで、対応予定となっておりますので、安心して PS4 版、 Xbox One 版を購入しましょう。そして次世代機が発売して購入した暁には無料でアップグレードして引き続き楽しめますので、ご安心を。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。おじさんでした。マジでアベンジャーズアッセンブル楽しみ。